3月5日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています まずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定の紹介、そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、ジャーナリストの井上和彦さんの登場です。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。 ロシア、7つの銀行を SWIFT から排除 EU 決定。国連緊急特別会合、ロシア避難決議採択。政府、ベラルーシへの制裁を発表。など、ロシアによるウクライナ侵攻にまつわるニュースを中心に連日お伝えしてきました。この他は、日米など IEA 加盟国石油備蓄6000万バレルを強調放出へ。新型コロナウイルス水際対策緩和。 ガソリン小売価格8週連続で値上がり、アメリカ、バイデン大統領が初の一般教書演説中国全国人民代表大会全人代が開幕まん延防止15の都道府県を延長へこういったニュースについて取り上げました。 今週の聞きどころですが3月2日水曜日に取り上げた国連総会の緊急特別会合を開催ロシアを非難する発言相次ぐというニュース一般社団法人アジアパシフィック・イニシアチブ主任研究員の相良良幸さんにお電話をつないで伺いましたそれでは今週のプレイバック国連総会の緊急特別会合を開催ロシアを非難する発言相次ぐ ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐってすべての国連加盟国が参加できる国連総会の特別緊急特別会合が現地昨日国連本部で始まり多くの加盟国からロシアの軍事侵攻を非難する発言が相次ぎました緊急特別会合は数日にわたって開かれアメリカなどはロシアを非難する決議を採択し圧力を強めたい考えです えー、ウクライナ情勢をめぐって、まあ、あのロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であって拒否権があると反保理が機能しないということで今回、この特別会合40年ぶりの開催という話になっておりますが佐々木さん、まず全体をご覧になってい,いかはいや、なんかね、あれですよねあの国際秩序が崩壊しつつあるっていうふうに言われてたんだけど、はい、結果的になんかそのロシアってプーチンって巨大な悪が出てきたことで 西側が結束してなんか逆に、ね、そのリベラルな国際市場が復活してきてる感じっていうのは、ね、なんかすごい逆説的なんだけどあと面白いなって。 って感じますよね、まあ、確かにリベラル国際主義の、ね、一つのこう象徴みたいな EU がここへきて結束しだすっていうのがね,そうですよねだからほら宇宙人が襲ってきたら地球人が結束するだろうって言われてたけどまあよく SF で出るそう,そう,そうですね、はい、プーチンが襲ってきたんでね地球人が結束してるっていうねうーダースベーダーみたいなその辺の国際社会の動きも含めて、えー、この時間は一般財団法人アジアパシフィック・イニシアチブ主任研究員の相良 吉幸さんにお話を伺っていきます電話がつながっております沙原さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします国連総会でもロシアへの非難相次いだということですがどうなんでしょう国際社会結束していく方向なんですか そうですね。まさにあの今おっしゃられた通りで、えー、あのこう反ロシアを非難する演説っていうのが続いてまして、えまさにその国際社会が反ロシアで結束を強めているという状況はあると思います。はい、で、やはりその背景として一つあるのはですね、はい、やはりそのここ数日、そのロシアの攻撃によって民間人にも。 犠牲が広が広っていると、えーえー、ロシアの侵略のフェーズが一段上がってきたということも、あの背景にあると思いますね、うん、うんあのかつてのチェチェン・グロズヌイであるとか、あるいはシリアのように、本当に無差別攻撃というものが、これ、現実の危機になってきているというか、もう起こっていると思った方がいいわけですかね。 2> 第2の都市ですけれども、あのハルキウ、ハリコフですね、はい、ここの,あの政府の庁舎にあのミサイルが打ち込まれまして、はい、この画像っていうのが、ツイッターでもかなり広がってますし、はい、あのニュースでも報道されてますけれども。 えこういった形でこの一般市民への,あの犠牲が広がっていると、き昨日の夜にです、ね、あのゼレンスキー大統領があの欧州議会で、はい、えオンラインで演説をしてまして、えそこで,です、ね、あの非常に強いあのスピーチを行って、この,あの実は政府の庁舎というのが、自由の広場というところなんですね、<ー>の自由の広場にロシアはミサイルを打ち込んだんだと、これはもう戦争犯罪なんだという形でかなり強く非難をしていると。 でさらにあのキエフのテレビ塔も攻撃されたというのが、はい、あの今、報道で出てますので、ねえー、これはのロシアはあの政府施設をミサイルで攻撃していくので、うん、まあ住民は避難しろと言ってるんですけれども、はいえー、まさにその民間人への被害はこれから増えていくんじゃないか、かなりこの侵略のフェーズがさらにあの上がっていくんじゃないかというのが懸念されます。 欧米に対するなんかインパクトがものすごく大きいように感じた例えばスウェーデンとかフィンランドがですね NATO に入るんじゃないかみたいな話になってるけどその辺のなんかインパクトの強さってどんな感じなんですかね。そうですねあのこれは本当にもうヨーロッパは結束したと思います。あの制裁でもそうですけれども、えー、やはりですねこの民間人への非人道的な攻撃っていうのが続いていくっていうことは欧州をますます結束させて しえーまあ、今はあの弾薬ですとかあ、まあ、兵器の提供という形ですけれどもそういったこう非軍事の措置経済制裁だけではなくてもう少し、えー、踏み込んだ形で、えー、支援をしていかないといけないんじゃないかとそういった議論もあの出てくるかとは思います。 あのー、ゼレンスキー大統領、e、EU に加盟申請してるんですけど、これが認められると、なんだろう、そのヨーロッパからの支援のあり方って、また変わるんですかねそうですね、あのー、これあの昨日の、あの日の議会の演説でも、ですねヨーロッパ、あなた方が我々と一緒にあるということを示してくれとういうことをです、ね、かなり強くゼレンスキー大統領、演説で言っていたんですけれども。はい やはりその軍事的にです、ね、やっぱりその例えばその空爆といった形であったりとかミサイルといった形で何かしらもう少しこう直接的な支援ができないのかというのはですね、うん、やはりウクライナ側の思いとしては求めているところはあると思いますね。うーん 仮に EU に加盟ということになると、そのまあ、いろいろ見方分かれているようですけれども、EU の,その検証の中に、集団的自衛権の行使に関するものっていうのは、何か規定等々ってあるんですかそうですね、まあ、EU というか、まああの、欧州としてですね、一致して、集団安全保障体制を守ると、えー、今あの、まさに NATO で起きていることっていうのは、はい、NATO の東側は守ると。 と、うん、いう形で,です、ね、かなりあの兵力を展開しているんですけれども、はいまあ、ウクライナも、えーまあ、その集団を安全保障体制の枠組みに入る形で,です、ね、守ってほしいと、うん、いうことはです、ね、あ,のあると思うんですけれども、二、まあ、つ見方あると思っていて、はいまあ、なかなかすぐ、これでまあ申請っていうので,です、ね、認められて、じゃあすぐ兵力を送りましょうっていうのは、まあ、難しいと思うんですけれども、うん、もう一つはあのまあ和平交渉というかです、ね、あのまあ協議が。うん あのロシアとウクライナの間で、はい、あの始まってますので、えー、まあそこの論点の一つも、まあ、NATO ひかめあとは EU 非加っというのは、ロシアは、まあ、当然あの求めてきているところだと思いますので、うそういったところへの牽制制というのもあると思います、ね、うんなんか EU、もしくは NATO の, N o のです、ね、介入に対して、まあ、ロシアはかなり警戒してて、それで。 えー、核を、ね、核兵器準備体制みたいな話になり一方で安全保障の人たちの議論を見ているとあのエスカレーション抑止っていうんですかねこれ以上戦場がエスカレートしないために限定的な核を使うっていうオプションも、えー、プーチンは考えてるんだみたいな話があるとそうすると、まあね、その核をちらつかせていることに対して EU、もしくは NATO、ヨーロッパがどう出るのかって難しいことなんですけどそこは、ね、どう対応していくことになるんでしょうか。 で、ね、あのアメリカは最初からまあ、軍事的にはあのまあ、ロシアとは戦わないというのを明確にしてました。けれども、うん、それはそのやはり、その核戦争にエスカレートするリスクっていうのがあったんだと思うんですね。はい、方で今そのロシアがやろうとしていることは、まさにまシリアであったような。まあ、タル爆弾っていう形の無差別の爆撃であったりとかですね。が、うん、だそのミサイルっていう形で、まあ、民間人がこれから通常兵器で。 犠牲が増えるというフェーズにこれから入ってくるんんだと思うんですこれに対して核でない通常兵器で反撃できないかという議論は当然あると思います、でもう一つは戦争ですので、はい、まあプーチン大統領かゼレンスキー大統領どちらかがもうあまりにも痛みが大きくてですねもう続けられないと判断するまでは続いていきますので。 えーまあ、経済制裁でもかなりプーチン大統領、痛みは感じていると思いますけれども、そこをどこであの落としどころ見つけていくかっていうのが、これから焦点にはなっていくと思いますねうんそうすると、まあ、このウクライナ、ロシア、当事者同士の対話の枠組み、これ、あの再協議も今週中にあるんじゃないかというような報道もされてますけれども、ここで議論されることっていうのは、どういうことになっていくんですかね。<laughs> そうですねあのまずあの先日第一回協議が、はい あ,ありましてこれはの5時間ほど続いたというふうに言われてますけれども、これあの、は競技っていうのは戦争と並行して通常行われますので、まずは相手方の言い分を聞くという形で、ですね、うん、まあ相手側の立場っていうのを正確に理解して、うん、でそれぞれ首都に持ち帰って検討するという、はい、フェースに今なっています。えーえー、同時に、えー、戦争も、えー、要はそのハルキへの ミサイルが撃ち込まれたりとかですね、民間人への被害も出ている。まあ、その上で、まあ、じゃあ第2回協議でどこまで、えー、例えばそのどこに優先順位をつけて、どこは、 えー、合意できるのか、あるいはもう合意できないとか、まあ、席を立つのか、うん、話を続けるのか、まあ、そういったところが次の、あのー、焦点にはなってくると思いますうんあのロシアの側はウクライナの完全非軍事化を求めて、要するに全面降伏を求めているのと同じだと思うんですけど、うん、到底、まあ、ウクライナ側は飲めないですし、ヨーロッパも飲まないですよね、これ、はい、ロシア側が何らかもう少し折衷案に対してこう、ね、折り合いをつけてくる可能性ってのはあるんですかね。 まあ交渉ですので、の1回目は一番高い球をお互い投げ合ったと、そのロシアとしてはまあ非軍事化という、ウクライナ軍のも解体武装解除ですよね、とまあ中立化っていうところで、ウクライナは即時停戦とロシア軍の撤退、さらにはそのウクライナ東部からもロシア軍は出ていけという、お互い一番高い球を最初に投げて、まあ、その中でもじゃあ、どこから、どこであれば折り合いがつけられるのか、あるいはどこはもう絶対譲れないのかっていうのを探っていくっていう、まさにそこの協議を続けて。 行くしかないかなというふうに思いますね。なるほど。佐良さん、朝からどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。したええー、一般財団法人アジアパシフィック西アジア支部主任研究員佐相良義之さんに。まあ、この情勢についてお話しいただきました。この後は、これからの一週間のニュースの予定、そして。コメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと、来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお付き合いください。 モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、 国づくり企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号 日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号 昨日、北京パラリンピックが開幕しました。工事アップの中でも北京パラリンピックインフォメーションと題してお伝えしておりますけれども、13日までの10日間にわたって6競技78種目で熱戦が繰り広げられます。パラアルペンスキー、パラクロスカントリー、パラバイアスロン、パラスノーボード、パラアイスホッケー、そして車椅子カーリングの6競技になっています。この週末の 北京パラリンピック見どころをお伝えしていきたいと思います、まあ、たくさんあるんですけれどもちょっとかいつまんでといったところでこの土曜日と日曜日はアルペンスキーが見どころになってくるかなと思っております今日が男女の格好そして明日は男女のスーパー大回転が行われます高速系種目ですよねこの週末増刊号が配信されている頃には格好がもうおそらく始まっているのではないかなと思います で注目選手なんですが本当は選手皆さんのご紹介したいところなんですが今日はですね2人の選手をご紹介したいと思います在の村岡桃子選手です在、えー、村岡桃子選手なんですけれども チェアスキーと呼ばれる補助器具に座って行う競技の在のクラスの選手になりますこの北京パラリンピックは日本選手団の首相、まあ、キャプテンでして17歳で日本代表に初選出をされましたでその後ソチパラリンピックに出場して大回転で5位入賞日本選手団の旗手を務めた前回のピョンチャンパラリンピックでは大回転優勝を含む出場5種目すべてで表彰台に上がった選手なんですよね今回は日本 日本代表の首相というとところでちょっとこう緊張していますのもあの決断式が行われたんですけれどもそこで村岡選手は「私自身未熟だし前に出るタイプではないので不安はあります」「いつもの私らしく笑顔で明るく楽しみながらレースをしてそして日本選手団の前に立って進んでいけたらいいなと思っております」と抱負を語っておりました。 その日本選手団のキャプテンとして首相としてのまあ責任というのも感じてらっしゃる部分もあるのかもしれないんですけれども一方でこう日本代表を引っ張っていこうというそういう強い気持ちも伝わってくる会見だったなと映像を見て思いましたねで村岡桃佳選手がそのアルペンスキーを始めたきっかけがあの森大輝選手の滑りを見たことなんだそうで森大輝選手は今回ですね6大会連続出場になるレジェンドになるわけなんですけれども村岡選手 選手が高校生の時に初めて出場したソチ大会で日本選手団の首相を務めていたの森井選手なんですよねなのでその今回は憧れの人がかつて勤めたキャプテンの座を継承することにもなったそんな大会になっているということですね、えー、そして前回コージアップの中でインタビューの模様をお届けしました立位立って滑るクラスの小池岳太選手です 小池岳太選手は今大会で5大会連続の出場になるんですけれどもけ椎損傷による左腕の麻痺でしてあの伺ったところ左腕が細くて。 左半身が軽くて、右半身が重いといったところで、こう左右のバランスを取るために、こうタイミングをずらしたりとか、あと、骨盤の動きで調整しているそうです。右手のストック一本でこう滑るんですよね。で小池学太選手は、まさにその高速系種目を得意としている選手。ですので、今日、そして明日というのは、メダルがかかった大切なレースになってきております。工事アップの中でインタビューした模様は、新入一課のパラスポ・ヒーロ列伝というウェブ記事の中でも。 掲載しておりますのでぜひそちらもご覧になって見ていただけたらなと思っておりますいよいよレースがスタート試合スタートというところでえ連日の日本代表選手の戦いぶりというのも引き続きお伝えしていきますさて続いてはこれからのニュースの予定を紹介します3月6日日曜日東京マラソン開催3月7日月曜日1月から2月の中国貿易統計発表 3月8日火曜日、定例閣議。1月の景気動向指数発表。2月の景気ウォッチャー調査発表。1月のアメリカ貿易収支発表。日比谷線脱線事故から22年。3月9日水曜日、韓国大統領選挙。2021年10月から12月期の GDP 改定値発表。3月10日木曜日、EU 首脳会議開催。 三月十一日金曜日、東日本大震災から十一年、定例閣議、小池知事定例会見、W H O のパンデミック世界的大流行宣言から二年、三月十二日土曜日、アメリカアニー賞受賞式、三月七日月曜日からの飯田浩司の O K コーディアップコメンテーターのラインナップを紹介します。三月七日月曜日ジャーナリストの須田新一郎さん。 八日火曜日ジャーナリストの長谷川幸弘さん九日水曜日数量政策学者の高橋陽一さん十日木曜日キャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さん十一日金曜日外交評論家で内閣官房参与の宮城邦彦さんですこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場ですオッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称を モラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、 企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で 軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、さて井上さんは去年の10月に産経新聞出版から日本が感謝された日英同盟、はいはい えというご本を出版されました、えー、まあそれから世界情勢も大きく変化しているわけですけどもまずこのタイミングで日英同盟をどういうわけで取り上げたんでしょうか。ちょうど日英同盟がですね、えーえー、決裂して100年。 というこの,不終の時なんです、ね、日英同盟のが1920年にえこれが解消が決まって正式には23年ですかねあのこれちょうど本当100年にあたるということで,でちょうどまあそれを節目にあのイギリスのブリグジット EU 離脱からですねえ実はそれ以前から日本とイギリスの関係が特に安全保障面で急速に にこう高まってきたという動きを見ておりましてこれは一体どういう,ようなことになるんだろうなと思ってたらやっぱり TPP やそれからあのクアッドへの参加というようなものがこう湧き上がってきてまあイギリスの考えなんかをいろいろとこう調査分析をしていると非常にこれは新しい日本の安全保障枠組みができるんじゃないかという,ふうに思い立ったわけです。はい えと今、お話もありましたけど、はいまあ、クアッドの話もありましたが、はいまあ、一般的にはあの去年の9月にですね、はい、イギリスの,その最新鋭空母、はい、のクイーン・エリザベス、はい、これが日本に寄港するということで、はいまあ、これは結構注目されましたよね。 日本に持ってくるって言うのは、これどういう意図だったんですか。はい、これあの、やっぱり私はですね、イギリスの太平洋回帰という。回帰戻ること、ねはい、戻るいうことですね。はい、この側面っていうのは、非常に大きかったと、うん、いうことが言えると思うんです。うん、それはどうしてた、あの、これはですね、あの。うん、イギリスがもともと T. P. P. に、その参加の表明したりとか、うん、クワッドの参加の表明したりとかして。うん、え、ヨーロッパの国がなんで日本にという、うん、あの、アジアにというふうに思うことが多いかと思うんですけど。 うん、え実際そのイギリスのお最も決戦関係のこお濃い英連邦王国、うん、あのコモンウェルス・レルムっていう、うん、あの16カ国のうちの主要国が、はいはい、え実はオーストラリアニュージーランドカナダ、うん、あというふうにこの太平洋の方に実際にはあって。うん うん、で血縁関係のない、まあ、もちろんその王族は血縁関係があるにしても、うんえー、ヨーロッパの国々っていうのはイギリスにとってみたら近所付き合いみたいな感じのところと、うん、で太平洋の方には実はイギリスの権益どころか、うんまあ、血縁関係のある国が実はこっちにあって、うんうん、全国で世界中に五十数カ国ある英連邦の中で、うんうん、英連邦レルムっていうその英連邦王国っていうのは こっちにあるとやっぱりこうマーケットとしても非常に大きくなっていくことを考えると、うんうん、おやはり、えー、人口がそんなに伸びない EU のマーケットよりもやっぱりアジアのマーケットの方に、はい、経済面からしてもイギリスが帰ってくるというのは、はい、まあ当然だろうとその点、この5本の中でも指摘されてたと思いますけど TPP 参加国って実は今ご指摘のイギリスとのつ、はい、関係の強い国こ、はい、れが相当多いんですね。 国ありますね実際 TPP11 が、それからいきますとカナダ、ペルー、それからチリ、さらにオーストラリア、ニュージーランドブルネイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、らまあ日本と、もちろんアメリカもありですね。このの国々半数 以上,以上が実は英連邦のコモンウェルスの国だったと。うんうん、でもともとイギリスとそれからあの経済的に TPP を見ながら、うん、なかなかそれに入ろうというふうにしなかった、うん、タイ この2つの国が TPP にという話っていうのは、もともと狙って、うんえー、彼らはいたということは言い換えれば、はい、じゃあ、イギリスから見たら、はい、TPP というのは、実はまあ親戚がみんな集まってるよね、あっちにはと、はい、まあこういう感じだったわけですね。はい で他のイギリスの英連邦の国々っていうのは、とこと小さな島諸国で、非常にその、まあ、数の上では非常に多いんですけれども、うん、経済規模っていうのは非常に小さい国が多いのにもともと英連邦の中の経済規模の大きい国っていうのが太平洋にこう割と集中していると、うん、まあこの辺のところっていうのは非常にこう大きかったと、うんうん、ただその TPP だけが注目されるんではなくて、もともと TPP の入るこの前後してですね、うん、クアッドにもイギリス、もともと色気を持っていたっていうのは、うんうんうん これはありまして、うん、ですからこう安全保障上の理由と経済的な理由というのがこう見事にこう足並みを揃えてこう今イギリスが動き出したと、うん、もちろん念頭にあるのは中国ですね、うん、はい中国だと思いますから今お話の TPP それからクアッド、まあ、クアッドというのは日本とアメリカとオーストラリアと これにさらに加えて、オーカスっていうのがありますね。はい、これ、オーストラリアとイギリスとアメリカ。はいまあ、イギリスとアメリカで、オーストラリアの原子力潜水艦を作っていくのに、はい、イギリスとアメリカがまあ協力していきましょうと。はい、まあこういう枠組み。はい、で、このもちろん、オーカスも中国の脅威が念頭にあるということですから、そういうふうに考えると、まあ、TPP にクワッドに オーカス、はい。まあいずれも中国を念頭に、まあ軍事的にも、それから安全保障的に面でも、それからさらには経済面でも、お干預を強めていこうという、えー、こういう意図だ、はい、ということですね。すねはい。やっぱりこう一つ注目すべきは、うん、このファイブアイズ。 はい、はい、はありますけれども、うん、このファイブ・アイズで、まあ、あのアメリカと、うん、あと英連邦のまさにそのアングロサクソンの国の、うんえー、この機密高度な軍事機密を共有しようとする、うんまあ、本当にこれこその真の、うんまあ、軍事同盟だと思うんですけれども、うんうん、ここに対してですね、うん、ファイブ・アイズに日本を 呼び込もうとしたのは、同盟国、アメリカではなくて、イギリスのジョンソン首相が、昨年の9月の議会で、日本のファイブ・アイズへの参加というのを初めて口に出すんですね、これっていうのは衝撃的で、実際、トランプさんと安倍さんというのは非常に仲が良かったし、ああいう状況の中でトランプん加の方から申し出てくれてもよかったものが、イギリスのジョンソン首相から出てきたっていうのは、非常にこれは何だったんですか やっぱりこうその今の,この国際情勢から考えてそのやっぱりこう信頼できる国というのがやっぱりあの権益私自身ちょっとこれ安全保障の観点からしたときにイギリスと日本がこれ長く権益というのはこうぶつかっていないといいますかお互いのこう日本もイギリスに対してイギリスを軸にこう経済活動をやっている各企業がイギリスのロンドンに視点を置いてもちろん日本の法体系もその、うん 英米法なんでやりやすいっていうのもあるんでしょうけれどもロンドンにやっぱり起点を置いてるとでイギリスとしても日本という国を古くからパートナーとしてこれ純粋にですねもちろんいろんな裏はあるにせよイギリスは日本をそういうような形のパートナーとして見ていたっていうのは私これは多くの方からやっぱり聞いておりました。 うん、非キリスト教のしかも有色人種の日本だったっていうの,っていうのは、うん、これ今から100年前の出来事っていうのは非常に大きい、うん、あの120年前の出来事っていうのは非常に大きいことだったんじゃないかなと思うまず、えっと、今お話になったところで一つずつちょっと確認していきたいんですけど、はい、まずクワッド。 これについては、はいまあ、イギリスは入りたいという意向を、はいまあ、示しているわけですけど、はいはい、これはどうですか、実現する見通しはあると思いますか私はこれは実現する見通しはあ,のあると思いますとにかくその、インドに対してですね、はいえー、よりやっぱりこう発言力のある国。 はい、今そこを見回してみても、やっぱりイギリスって伝統的なところからも、またそのインドの,この姿勢といいますか、やっぱりイギリスの言うことについては、一目置いてきたようなやっぱりイメージがあるんです。オーストラリアっていうのは、割と最近、仲良くなってますけど、それまではちょっとこうオーストラリア人とインドの人々がですね、反目し合うというようなことっていうのも、私、ママ、聞いたことがありましたんで、それに比べてイギリスっていうのはちょっと違うじゃないかなと。<laughs> ファイイブアイドの方はどう そうですか日本の参加これはなかなかハードルが高いと思います。うん、ですからある意味ではその日本のスパイ防止法であるとか、うん、法の不備というものを検証しそれを再度見直すというきっかけにはなってるんだろうなというふうには思うんです。これはハードルは非常に高いと思います。なるほど、はい さてそれでですね、はい、初めの話に戻るんですがクイーンエリザベス、はい、これについて井上さんご本の中である提案をされてます、はいはい、それは F35B という最新鋭のステルス、はいえー、垂直に上がっていく飛行機ですかああの、えっと、短距離で上がっていくんですねその F35B をですねクイーンエリザベスは イギリスの F35B はもちろんだけどアメリカの F35B も載せていると。はい、これすすごいんですよでかつもカガ日本の出雲加賀も,も F35B を運用しているので理屈の上では単純に言えばその日本とアメリカとイギリスの F35B は、はい、クイーン・エリザベスにもそれから出雲、はい、あるいは加賀にも、はい、さらにはアメリカの協力要請ってアメリカにも、はい。 臨時発着ができるので、これを共同で運用すれば、事実上の日米英の連合隊ができるじゃないかと、こういう基本深い提案をされてるんですけど、このところちょっとお話してこれはですね、もともと艦艇というのはですね、複数艦を作って複数艦を持ちます。というのは、必ず船というのは定期的に定期修理がある。 必要になってきますので、一、うん、隻しか持ってないと動けない期間があるんです。うん、ところがアメリカのを持っております強襲予力艦アメリカって、うん、え十、ー、隻の強襲予力艦のうちの一隻を日本に持ってきていて一隻だけなんです。ということはあれが修理に入った時っていうのはアメリカのイワクにあります、うん、あれの艦載機 F35B は運用できないことになるんです。うんうん、なるほど。うん、でところが と出雲やっぱこれも隻なんですよねどっちかが1隻ドックに入ってみても片方は動けるようにしてありますからその意味ではこの海上自衛隊の出雲をベースにこれを搭載可能になってきますしイギリスも実はクイーン・エリザベスのほかにもう1隻プリンス・オブ・ウェールズっていうのを持っててきます作ってます2番艦が。でこれはもう大西洋の方にいるんですけどもこのイギリスのクイーン・エリザベスを持ってきて これを例えば何かの修理簡単な修理をやっている時にでも今度は日本やそれからアメリカの教習擁立艦に乗せるというような相互に乗せると部品は同じなんですよね。部品は同じでしかも日本の場合はクイーン・エリザベスが積んでいます MT30 というロールス・ロイスのエンジン。 これが実は日本のの最新鋭護衛艦にも積まれてるんです今まではずっとアメリカの GE のエンジンを積んでいたんですけどもなぜかこの船からですね新しい最上型という小さな FFM っていう小さなコンパクトな戦闘艦なんですけどもこれにですねイギリスのエンジンを。ということは修理も補修も日英で。 同時にできるということですね。ということですね。そうなると事実上の同盟関係でないまでも日英さらには米国を加わったこれの連携が非常に強まるかもしれない可能性があるということですね。 えー、今日はあの日米英を中心にお話を聞いてきましたけどもこの後の方では中国についてももう少し議論を深めていきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは原発リスクと世界株安です。ウクライナ情勢が4日の朝一気に緊迫化の度合いを深めました。ロシア軍の攻撃によるウクライナにある欧州最大規模の原発での火災発生が伝わりました。消火活動の動向と 放射線量レベルの上昇などというニュースから、日本株は全面安となってしまいました。原子力施設を攻撃することは市場参加者も想定していなかっただけに、市場にはショックが走りました。日経平均株価は先週末に500円を超える上昇を見せていましたが、今週は週間では約475円の下落となってしまいました。 アジア、欧州では株安が進んでいます。今後は原発リスクを意識して、今まで脱炭素政策から人気化していた個別銘柄にも影響が出てしまうかもしれません。二つ目のポイントは、小麦、金属、原油の高値です。コロナ、利上げ、ロシアリスクと株式市場を取り巻くネガティブ要因はつきませんが、個別を見ていると、 しっかり資金が入ってきているものも参見されます。足元ではウクライナ危機でニッケルや金の相場が協調展開を続けています。アルミニウム、ニッケルの関連銘柄として、非鉄金属の商社、アルコニックスに今週は注目しました。私のメルマガで取り上げましたが、その後直近高値を抜いてきました。また、ロシアへの経済制裁によって、 ロシアからの液化天然ガスの輸出が難航するのではとの懸念から LNG に限らずエネルギー価格が上昇してきています。原油価格の一段の上昇で原油関連の銘柄群は軒並み上昇してきており以前からお話ししているインペックスの株価は高値更新しています。また、ウクライナは小麦やトウモロコシなどの輸出が大きく 作物が作れないことで世界的に穀物価格が上昇していく可能性が指摘されています私が今週注目したのは生産者や農産物直売所と事業展開をしている農業総合研究所という企業です株価は右肩上がりに上昇中です引き続き国際市場の動向にも目を向けて関連銘柄を解体賞にしていきたいなと思います 来週のポイントは、期日向かいと後輩当銘柄です。制度信用取引を使用した場合、新規立てした日から6ヶ月後に反対売買か厳引による返済をしなくてはなりません。日経平均やトピックスの昨年9月の高値に対する信用期日が迫っています。この信用いの期日売りが出ることも気にしておきます。先物と オプションの決済が重なる3ヶ月に1回のメジャー SQ も11日となりますので、来週は荒い値動きになりそうです。引き続き地政学リスクが相場を動揺させそうですし、一時的なリバウンド相場の際には安易な会話、慎みたいなと思います。ただ、3月期末に向けた配当権利取りの動きは出てくると思いますので、 年間配当利回りが十一パーセント代と極めて高い。日本郵船、商船三井など。高配当銘柄は人気化しそうです。今週の相場格言。信用期日には買い迎え。先ほどもお話ししたように。信用取引の期日が迫ってくると。高値で信用買いした投資家による投げ売りが増えてきます。 この結果信用改ざんが減少し整理が終了します信用改ざんの整理が終わると相場は反転し上昇に向かうことが多いため投げ売りで安くなった場面は投資妙味が増すという教えです以上ひながお伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました ひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信されていますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新業一華でした